皆さんこんにちはハリネズミ検証生活でーすこれ新しいのなんかになったらしくて送ったらんと忘れたころに変わるんだよねこのこのキョロちゃん感がでしばらくずっと同じやつが続いてでまたなんかうんまたって感じ私意外と多分こういうやつ なんか、当たる、全く当たんない人は当たんないみたいなんだけど、なんかね、今日何かを、アイスみたいなの食べてて、棒みたいなアイス食べてて、20本食べてんのに、1個も当たんないって言ってる人がいるんだけど、私そこまで運悪くないね。結構1個買いで、銀の、銀のやつ当てたりとかするんで、多分ね、引きはいいと思うよ。 運がいいと思う。自分は運がいいと思うっていうのを、あのー、思ってるんで。で、ちょっとこうこう片付けながら、今日もすっごかった雨が。靴はジョビジョビで、なんかあのー、カバンの中はもう水。なんかもう、持ってたさ、あのー、封筒みたいなやつ、紙のやつがベロベロのジョビジョビになってさ、 服、上着とか持ってたやつも,も、ズブズブに濡れた。やばかったですよ。今もやばいのかな。すごかった。うん。あとなんかもう絶対こいつ死んでるだろうと思ってた、じじいとすれ違った。いやーなんかもう普通に生きてんだけど、人間ってすげえな。だいたいさ、なんかさ、あの、ガンデスとかさ、あの、ちょっと不適切かもしれないんだけど、自分のおじさん、 なんかなんなんの病気脳梗塞か,なか血,血管が詰まるやつでもうし言って20年くらい全然普通なんだけどその間に自分が弱ってきてるっていうさ不条理な感じあなんかあのがんだとかして言って騒いでたあれもう全然生きてんじゃんみたいなあなんかもう「デジャブ?」みたいなに2回見ちゃった2回。 えみたいな。いや、手ぶらで歩いてんだよ。手ぶらで。うん。あんま言うと、あっちの、さあの、山の方のさ、ババアがうるさいから、ちょっと、あれです。あの、なんか翼の塔がさ、あの叩かれてるけど、あの、なんてか、へいへいへい、じいじいもなんとかもへいへいへいとか言ってるけど、マジじじいはじじいだと思うよ。本当に。なんかさ、 うん、なんかじじいがどうのでとかって言ってるのが動画があるんだけど見る人が見たら口が悪いとかじじいとかばばあとかで口が悪いとかって思うかもしれないけどちょっとなんかねじじいとかじじうんうんあいつらに関しては私はもうじじいだとかじじいとかばばあとか思うよもう性格も悪いし金になんかケチだし。 あいつらが経済回さないで年金とかもらったりとかしてるから、あの、大変な思いしてるんだよ、もう、本当に。あの、お金持ってるジジイには、年金あげなくていいと思う。あと、働ける人、ジジイ働けるジジイにあげなくていいと思う。まあ、その時の立場になってまた違うのかもしれないけどね。なんか、あの、お金持ってる人には、そのなんか、福祉とかいらないじゃんとか言ってた方だったんだけど、 本当でもあれもなんか働かない方が得みたいなやつだと働く労働意欲がなくなるからそれはやっぱりね若干平等感を醸した方がいいなって思いましたよあの特に子供の医療費のやつなんかはいつもなんかその年収で引っかかってあの優遇受けられなかったんだよずっとお金払ってたから子供の岡山とかさもう あの神奈川県でも18歳まで無料の地区とか平気であるのに結構まあ相模原とかの小学校3年生とかまあだんだん伸びてきてるとは思うんだけどなんかもまうま横浜なんかで急にあの中学校3年生までかなんか医療費が無料になったのはねあれはね受けてみてありがたみが分かった。 うち健康だから別に入院とかしないから別に医療費なんてとかって思ってたけどいやなんかねいち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 お金を持たせてあの中学くらいになると子供が単体で病院行ったりとかできるの,のにあのお金が支払いがあの成立しないと楽、うん、そういう面でもあとはやっぱりちょっと自分のことは自分でわかるけど子供のことってわかんないからさ やっっっなんかちょっと違和感ががあったたらら見てもらったがいいよ医者が気軽に行ける方がいいと思う。でもあのはっきり言って医療の質っていうのは地域によって全然違うんで医療費無料のところはむちゃくちゃなんかの質どうなのっていうようなイメージはあります。マジに。うん、でちょっとこの辺の整理しながら紹介しながら。 喋っていいいきたいと思いますあの時系列とかそういうのは私はあのこだわってないんで別にもう,あのもうこういうのはもらってきたとかっていうのを言うとさすげえ銭毛場のバカが食いついてくるから最近なんかブログでさなんか全然更新してなかったんだけどなんかたまたまここ2日ぐらいなんか見たら電車乗ってる間ちょっと暇だったりとかして座れる時は書いたりとかするんだけどした時に見たらなんか。 オクシスがぐるっと上がってるのが、コロワイド株主総会。そこかよって1年前の、ちょうど1年前のね、あれね、神奈川県民ホールであったやつ。あれの再生がすごいみたいな、すごい感じなんですけど、あの、コロワイドって確か27日、6月27日の集中日の1日か、それくらいの開催なんだけど、ものすっげえ人なのよ。 <laughs> ものすっげえ、もうあれね、過酷だから、あんま中のその時間の受付開始前の15分前とか、私あんまりギリギリに行くの好きじゃないからちょっと前に行ったりとかするタイプなんだけど、ものすげえ列が、うーって、あれ多分ね、あれ受付開始から30分ぐらい経った頃ぐらいに行かないと、入るのに、 日焼けして死ににそうになるから逃げ場がああんんまないででで大変ですよであそこはなんかもう,うものすごいなんかの管理体制がすごいなんかあのなんかね行ってすぐに歌詞がなんか歌詞をあげますみたいなの書いてあるんだけど行ってすぐに歌詞がもらえるわけじゃなくてしばしあの中で話を聞いてないとそれで話を聞いて。 でど,だけど30分か3040分経過した頃になんかだんだんちょっとあれなんか、うん、ちょうどトイレに行きたいかなみたいな感じでちょっとロビーの方に行ってるとなんか帰り始める人がいてなんかでなんかあの歌詞を配り始めるみたいな感じなんだけどいやーあれはね過酷だよ時間がさなんであんなさなんかあの うん、そこまで書いたかどうかちょっと覚えてないんだけどなんか結構過酷ですただ私神奈川県民ホールってマジなんか自分のなんかさなんかもう庭というかもう熟知してるんであそこのなんかうん楽屋口とかさあのなんかそのちょうど直直前前 前、直前だったか直後だったか覚えてないけど、その、角松俊樹さんかなんかの、ライブかなんかで、い行って、またフラッシュバックであれを思い出したよ。あんなに人集まんねえべ、みたいな。あんな大物アーティストでもあんなに人集まんねえのに、コロワイドすげえって思った。で、なんか、ちょっとあそこはね、ちょっとなんかちょっと、 ちょっっとななななんかかハゲタカっぽいいら好きにはなれないななんか一応横浜のあれなんだけどなんかこうトラブルが起きてるところをなんかこう買収していくみたいな感じで,で今回なんかあの牛角牛角ってちょっと中途半端に、えー、買収しきれてないみたいな感じだからちょっとなんか今レインズの方の持ってる方の牛角ってなんか。 配信者がトラブルを起こしてどうのこうのとかっていうのをなんかやってるんでちょっとあの興味あるかなみたいなであの最後までずっといるとなんかね持って帰らないで済むんだよ足りなくなってなんか住所書いて送ってもらえるっていう感じ私あのお菓子あんま好きじゃないんでちょっとでも賞味期限長い方がありがたいんであのその場で欲しいっちゅう人に。 渡してでもいいから、私はなんかそこ、後からでいいですみたいな、持って帰るのめんどくさいし、うんって感じですね。ちなみになんかあれね、お店が、えっ、ー、と、この辺だと、南町田グランベリーパークとか、あとは、館、えー、内、桜木町だっけな、かなんかに店があるんだよ。でも、株主優待で買えないから、多分買わないと思う、ケチは。 あのなんなか優待のポイントみたいなやつがあって変な肉とかさあのいいからさあのお店で使えるようにすればもっとバカ売れするのにやって思ったりしますでなんかあのアメブロのなん,なんかいきなりなんかアクセスがダーン来たからなんか怖って思ったマジに。 キモ怖っみたいな。なんか言いたいけど書けないっていうのがさ悔しくない検証はそういうことがないんで出る杭でもそこまで打たれてないなんか誰か陰口とか悪口とかすげえなんかあいつぜえよなハリネズミとか言ってるやつがいたら教えてください。訴えてやるからとかして <laughs> 嘘です嘘です。あのでもなんかあの株のやつはものすごい立ち悪いからあれで経験してるから もう、検証の人はもう、所詮自分より全然年、年が若いしさあ、なんか、タワーとかやってる人も子供さんが、ねえ、あの、いたりとかするから、子供いたらね、そんないちいち人に捕ってらんないよ、子供の世話とか、お金とかもそうだしさあ、あの、安心、すごく安心、検証の人は。あの、ちょっとたまにさ、なんかあの、 工場見学とかなんか体験系で当たったりとかするときにバレるかなとか嫌だなと思って極力喋んないようにしてんだけど喋ったらバレんじゃんすぐにあの声のやつとかさあとうちのあのシビスケはちょろちょろするからおいとかして呼んでるとあいつだとかバレるじゃんなんかそれが嫌だなと思ってとにかく一言も喋んないようにあの消してんだよこうこう本当は目立つんだけど 声が小さいとか大きいとかさ、そういうのもあるよね、なんかね。あの翼の塔の,あの内縁の方、すごい声ちっちゃいんだけど、私すげえ声でかいんだけど、みたいな。なんかね、でもね、へいへいへい、じじい、今なんとか、あんななんか声小さくてさ、なんかちょっと上品に見えるさ、人がさ、なんか、 え、じじいとか言っちゃうのみたいな。私が言うとぴったりなんだけど、なんかどう考えてもさ、なんか言わなそうなキャラの人が、じじいとかって言ってるのが、ちょっと、うん。なんかいいねって思いました。はい。なんか、なんて言ってるのか覚えてないんだけど、なんて言ってるのかわかんないけど、いいねって思うことを言ってたよ。なんか、じじいがなんとかとかって言って、じじいとかばばとか言って言うじゃん。言葉が、 荒ければ、荒ければとか悪かったら、すごい悪い、悪く見えるんだけど、いや、でもさ、丁寧なさ、バカ丁寧口調でさ、小ずるいやつちゃんと税金払ってないやつそっちの方が全然立ち悪いよ、マジに。そっちの方が全然立ち悪いよ、本当に。人のこと最強にディ,ディスってるくせに。 いやだってもう、首都圏に住んでるってところ自体でさ、地方住みのやつなんかさ、税金とかのあれもそうだしさ、家のさ、土地の価格とかも全然違うしさ、あの、物価も違うしさ、な物価も違うっつってもな、逆に岐阜の方が高いって思ってるから、な、あんま、地元のなんかであ,あんのかな、なんか。バローとかそんなに安くないよ、なんか。岐阜とか行って、あんまなんかスーパーの数があんまりないから、んー なんか安いとは感じないしもうなんかスーパーのレジ袋みたいなやつとかも結構前からお金取ってたもんびっくりしたもんなんか「えっ?」てこっちずっとタダだったから最近はお金取られるからなんか感覚がねそれでも私は結構レジ袋買う方だけどねうんだって嫌じゃんなんかあの肉とか魚とかどんないけあの。 なんかこう、ビニール袋に包んでも、ドリップがさ、くんじゃん。あれ、カバンで受け止めたら嫌じゃん。エコバッグで受け止めたくもないんだよ。匂いが臭いから。から袋ぐらい買うよ、みたいな。で、袋買って持ってきて、家の中であれしようとすると、もうレジ袋結構なんか傷ついてるからね。雑に持ってくるから、うちのジャイアンが。で、えー、話を進めます。 はい、あんまりこれ中心にしゃべると変なやつが湧いてくるんであのさっくりと時系列イなリスマシ時系列とかそんなの関係ねえからマジにあ関係ねえから別にあの何がどうのとかそんなのなんか別に SNS でそこまでお金取ってるわけじゃないんだから責任追及とかされたくないからマジにはいでまあ配信とか見てるとああでも全然私なんか大丈夫じゃんと。 あの勇気と希望を持てるけど、ね、うんこれ飲んだ飲ませていただいたもう今日すんごい雨だったからなか結構なんか置いてあってこれなんかねこれはねここから松木をここからっていうお店松木をはご存知ですかいまだにあの松本清で店あったりとかここからファインだったりとかいまいちなんか あの一緒になった感がないんだけど松木をここからっていう店じゃなくて松本清っていう店だったりここからファインだったりとかするんだけどまあ割とあの私はここからファインの方かな突然出てきてなんだろうって思ってまあ確かに世田谷だったような気がする松木屋は千葉だった気がするでも もともと松清はなんか奈良とか書いてあったような気がする今日なんかあの気になってなん,かなんかさずっと最初はあれをさあのなんかあの歴史みたいなやつ松,松本清がなんとかの創業の社長がどうのから始まるからさあれをずっと 聞いてちょっと勉強して「ああそうなんだ!」「ずっと千葉だと思ってた」って千葉だった千葉まで行く元気はないんだけどあのえっとね松本清はね本当に松本清っていうのはそれ知ってるんだけど相当前に創業者は亡くなってて山田にね松本一派がねすごいなんか社長とかな,なんとかとかうん あの紙が全部の濡れてなくなったんですぐにあの、うん、説明できないんですけどえっとね最初関東地方の関東地方のとにかく千葉の会社だなと思ってたんだけどああ奈良じゃないや2020年の1号店がちょっとまず松本清は2020年6月5日に和歌山県1号店を出店。 和歌山県、うん、2020年じゃないでしょ。2020年に和歌山県1号店って書いてある。でも多分1号店は多分あ関東地方東海東海ってなんであんなにさ薬局があるんだろうちょ松本清のさ歴史すぐ忘れた聞,聞いてたんだけど、うん、あ1990年。 まで創業地の千葉県松戸市でなんか結構この松本清は結構あの選挙に出ててとかいうところまで下りまで話をちゃんと聞いてたうんその後トイレ行こうかなと思ってトイレにあのまたロビーに出るとさなんかあの社員みたいな人がいたりとかしてでなんか。 え、これってなんか帰りにこれもらうんですかみたいな感じなんか展示物があって、こうこ、こういうカップ麺みたいなのがいっぱい積んであって、これ帰りにくれるんですかっ,つって言ったら、いや、あの、多分帰りにはなくなってると思うから、今のうちにもらっといた方がいいですかなんか言われて、で、あの、もらって、で、えな、えなどり、なんか入る前にこれはこれだよ、これ。これは松木よって書いてあるから、この辺の水代でもらったやつなんですけど、 これをで自分のペットボトル持っていくからさ、飲みきれないんだよ。だから新しいのには口をつけないで、大体一回外出たら500ミリぐらい、5六百600ミリって足りるからそんなにいっぱいの飲まないんで、うん。で、これが、水コレクションとかやってても、賞味期限切れた水どうにもならんからね。これ松、松清ブランドなんだって、これ入るときにこれもらって、で、 なんかロビーでくっちゃべってたらこれもうエナジードリンクがもう数少なくなってきててでちょっとこれ持っとそもて帰るの嫌だったから、ね、雨だったんで,で選挙のポスターとか見に行きたかったからでその場で飲んだら意外と美味しかったのこれちょっとなんとなくねグレープみたいな味がしたブドウって書いてあるけどグレープっぽくて飲みやすいっすねっつってモンスターエナジーとか飲んじゃったらさ マジにやばいなと思ったんだけど、午前中だとかも飲んでもいいかなみたいな感じで、エナドリを飲んでみました。意外と飲みやすいんで、美味しいですね、かなんか言って、うん。なんか結構ね、くそう飴の中、席パンパンで、うん。もう始まる前に行ったのに結構満席でしたよ。これ山積みになってたけど、すごいなんかあの、もう慣れてる人、去年ぐらいから、 なんかこれをこ,これをなんかお試しにこれ,これでもさこれ100いくらだよ100いくらでこのかさばってるからカップラーメンとかもそうだけどこれ持って帰るの軽いからまだいいんだけどかさばんじゃんってなんかね思った。 なんかスーツケースの人とかいて、これ、これを入れてるのかどうかわかんないけど、別に人のやること、いちいちさ、そんなのでさ、あいつはどうのとか、別にさ、あのー、そのやってる人たちが、ご自由にって言ってんだから、ご自由にさせればいいじゃんって思って。で、私は、えなんつう、カップ麺は食べないか、カップ麺は、あのー、もらわなかったですけど、とりあえず、一通りこれは、もらった。 チャンポン風これは左右パイタンって書いてあって、ね、8 8キロこれちょっとこの間までなんか日清のやつ日清のやつさあったじゃん日清のご飯でスープみたいなやつほんとにこれかさばえるだけで中あのなんかいろんな種類があってかきたやだな好き嫌いが激しいんでね し中華あこれがいいかな食べるとしたらでも春雨だから多分さカロリーが少なくて夜中にカップラーメン食べるよりも全然痩せるんじゃないかなと思ってちょっとこれ店に置いてあってもまず松清には行かないここからも行かない行かない薬局はクリエイトが好きなんでクリエイトを。 でなんか、株主集大かなんかもらったときに、えっと、杉薬局に行ったりとか、あとは何だったっけ、あそこ、あ、鶴ハか。鶴ハでも検証当たんないんで、よく行くたのクリエイターなんだけど、これは売ってたの買わないよ、こんなの。ゴミが嫌じゃん。って思うんですが、あのー、まあまあ、これ、春雨が入ってるから、 なくていいねこれあのスープのやつだとマジにこれしか入ってないこ,こんな感じでカップでばっかクって思うんだけどやっぱりちょっとこれが入ってるだけでもちょっとなんかあのマシかなってスープだった別にこれなんかこういうカップスープみたいな入れ物に入れろよってこれがすごいなんかゴミになって嫌じゃんねみたいな、うん ゴミ,ゴミ出すのもさ、山のようにゴミ出すしても大丈夫な人と山のように出したら嫌だなって思う人かどうかっていうのもあると思うよ。あんまりゴミ出さないようにちょっとでも心がけた方がいいと思う。うん。で、私ゴミ溜めとくのとか好きじゃないからさ、皆さんそうだと思うんですけど、あのなんかゴミを溜める癖のある人っていうのはいるからさ、あの、ゴミ屋敷っていう。なんであの人たちは、 ペットボトルとか、飲んだペットボトルとか、あの、弁当の殻とか、あの、ペットボトルはまあ、ギリ許せるけど、あの、弁当を食べたやつとか、パンの空きかすは許せるけど、弁当の食べたまんまのやつとかって、匂いとかすごいしそうなやつとか、なんで、あの、めていくんだろう。マジあれが信じらんないんだけど、捨てろよって思います。まずでもハードルがあれか、 あの自治体によっては、自治体によっては、ゴミ袋を買えっていうので、買うのすっかり忘れてて、ゴミ袋がなくて、ちょっとなんかあの、くじかれるっていうのがあるのかもしれない。ちなみに横浜はゴミ袋の指定がないので、ゴミのハードル低いですねって言われました。あの、高い弁当の会社あるじゃん。あの、この間悪口書かれたさ、 あのシルバーライフとかああいうところで普通のゴミ出しがゴミ袋が有料のところはあのなんか仕出し弁当の弁当のパックみたいな,あのなんか使,使い回せる容器みたいなやつを希望する方が多いらしいんだけどでも衛生的なこととか「お宅の地区はゴミの袋有料じゃないからあのこのパックでもあの頼む人多いですよ」って言われて「そっか」みたいな。 感じで思いましたこれね夏休みとかね大変なんだよ夏休みの前に、ま、個人面談とかさ何、えー、だろう小学生だったら家庭訪問みたいなやつあのあ個人面談かやっぱりあれが始まってくるともうすぐ帰ってくるみたいな感じでで給食とかあのー、がな,なくなってもうなんか朝昼晩とご飯要求されるっていうさ あれがすごい大変だからちょっと今年の夏は冷凍のやつを頼もうかなと思ってそれは毎段階で冷凍のやつを試食させてもらったっていうやつだから冷凍のやつを解凍してご飯はあのそのまんまのご飯なんだけどおかずは全部冷凍のやつで解凍したやつも自然解凍だっ,ったかな。 持ってきてみましたっって言ったらえ、意外と冷凍でも分かんないんですねみたいな普通のしらし弁当かと思いましたみたいな感じで喋っててで今年の,あの7月からちょっと頼んでみますわみたいな話にはなってるんで「ただの弁当に文句つけてどうのかな」って言って書いたやつがいたんだよふざけんなよって試食しなきゃ分かんないじゃんかよ。 マジに。お試ししてみなきゃわかんないじゃんかよ。よかったら、うわ、これいいわ、つって頼んでみようってなるしさ、いやー、これクソだわーって思ったら頼まないしさ、あの、オイシックスがいつも、あークソだわーって思って忘れた頃に、もう一回ちょっと試してみようかなって、いいこと書いてくるから SNS に載ってて。で、一応あ、そうか、シルバーライフのやつはお金取らん、無料だったのか。 でもあ、そんなんで文句言うぐらいだったら、いくばくかの金取ってくれた方が、試しやすくていいんだよな。なんか、うん、なんか、ただのものとかって言われるくらいだったら。で、今ちょっとこれをね、試食すればいいんでしょうけれども、ちょっと、なんか疲れてる時あんまり食べたくないんだよ。これがこれと、ふんわり、 かきたまとあとなんかねチゲがあったチゲなんか辛そうじゃんチゲとあとサンラータンとかあってこれこれ都知事選挙のポスターをポスター巡りしたかったんだけどもうね千代田区をあそこ確かね神田明神って文京区と千代田区の間でそう普通に歩いててそんな簡単にポスターって見つからない。 のでこんな草雨の日すごかったあの雨がふわーってもうシャワーのような雨だったよやばかったいやもうその雨がすごかったよあも,うもうびっくりしたであとはあれかポッカ札幌の話はしましたっけこれここに今あるの紹介しようと思ってるのがサミットのはがきなんですけどえー、なんかね。 記憶が薄いどんどん自分が弱ってきてるのにさなんか死にそうなじじいが生きてるっていうのがちょっと落ち込んじゃったよマジになんか結局なんか自分の方が私の方が早いんじゃねえのみたいな追い越すぜ多分みたいなこの弱りっぷりが半端ない体力がなくなるっうかこれこれサミットスト札幌ビールポッカ札幌のこの検証 でもこれ読めなくなってるもんな明日は我が身だよマジに私も笑ってたんだよあのブログやってるばばあがさあの「あるあるですね」とかつって「スマホ老眼」とか言っててでそんな見えないんだったらブログなんか書くなよっつって言ってたのがなんかうわ分かるあるあるだわって思ったああこれか「トウキビチョコハイミルク」えん これがあれか北海道のやつかアイスか、トーキビチョコ。そんなに苦労してますそんな欲しくないね、これね。北海道ボイルケガニ。ボイルケガニなんてね、食べるの大変だよ、こら、こんなの。うん。こんなの。な、だから多分、アイ、アイスが一番人気なんじゃないですか。当たるとしたら、80名だから C の方が当たると思いますよ。 でも怪我になんかいらないってやつがいるかもしれないから一応123っていう感じで当選の確率だと思います私あのポあのこれ岡山南郵便局毎年見かけるんだけど当たったことがないこの時期また6月の時期だと,ちょっと新横浜でファンケルとかあと。 横浜あたりでも、あのー、株主総会やってて、いつもサミットの菊名に止めて行くんだよ。サミットの菊名に、うん。ケチでしょって思うかもしれないけど、私は東急ただなんだよ、東急が。だから、あのー、あ、でも、あれか、新横浜に行くのに私どうしてるか、考えたことないわ。東急の、その何、何 聞くなから歩いていきますとかっていう、それをふんふん最高の素晴らしとかって思ったことがないからさ、うーん、えっ、ー、て、だって、あ、そうか、あいつらはあれなの。東急のお金が払いたくないの。あれが払いたくないの。JR が払いたくないの。140円のために5キロとか歩く感覚がよく理解できないので、ただ神奈川県は タクシーの料金は高いので初乗りが870円ぐらいだから高いの。で関西はぼったくるからもう道が分かんないで乗るとふ、うん、んとけだ500円ぐらいのところを3000円ぐらいかけて行ってあのタクシーの中臭いしさなんかお金を要求されるからぼったくられんの。で警察呼んだとしても何のあれにもならなくて。 うん、こんなのはね裁判してでもいいから私はあのケチとかお金があるとかないとか関係なくてこんなね何キロって書いてあっていくらって書いてある標準のお金があの記載してあって本当になんか少ないところを道知らないとか子供がいるとかっていう弱者を相手に3,000円とかふっかけてくるのは絶対納得いかないから払う気がありませんとかっつって言ってなんかあの30分ぐらい戦ってでとりあえず警察を呼んだりとかして。 で,あのでもここであの折り合ってくださいよみたいな感じでじゃあ折り合うって言って私は3,000円は払わないけどでも、あのー、人生の勉強として1,500円ぐらいだったら払ってもいいと思うからそこで折り合いつけるんだったらあの折り合いつけるみたいな感じで1500円で折り合いつけたことはある関西はもう絶対タクシーに乗りたくないもう怖いよあんなの。 ほんとぼっとくるんだもんで関西の友達の家に行くのにそのなんか、えー、なんだろう地下鉄1個のケチケチってっていうか乗りたくなくてタクシー乗って3,000円とか言われてほんとに頭きたんだよ。でなんかあのさ時間をこっちは買ってるんだよ。こんなんなでさ ぐるぐる回ってさ、3000円とかやられると、マジでムカつくんだよって。納得いかないことには納得いかないって言って、戦うタイプなんだよ、私はっ。つって、時間は欲しいけど、みたいな感じでなんかね、あの、1500円で売り、た、たかったことはある。ある。そういう時は、ちびすけは、すごいなんかあの、なんだろう、なんかここ。 呆れた感じで見て、なんか、あの人、なんか人が困ってる時、絶対なんか、俺関係ないからみたいな顔して、で姿を消すんだよ、なんか姿っていうか、こう、オーラを。あんた、あいつ、全然助け、俺が助けてやるとか、そういうタイプじゃないんだよ。知らない。俺知らない。関係ないからみたいな。それが一番かか、あの、なんか、あの、なんだろう、スキルは高いと思う。 将来の夢何って言ってら社畜って言ってたもん。うん。サ畜クタがあるねって。私みたいなタイプは絶対社畜になれないもん。なれない。だってもう、納得いかないことでも、上司が言ったら納得しなきゃいけないとかっていうのが日常茶飯事だって言ってたよ、社畜は。もう <laughs>、無理だよ、そんなの。そんなの無理だよ、もう。あの、先輩だとかなんとかって言って、一日でも早ければ先輩だって言って、あの、まあまあ、 ねえあの絵描くってさ先輩らしからぬことをしてるのになぜそれ納得いかなきゃいけないよみたいな社畜はそれを納得していを精神をすり減らして働くのが社畜らしいからね、うん、で先進めようでこれ毎回私これを買っちゃうんだよでも今回はね学んだこれはむちゃくちゃ重かった これ4本買わないと600円超えなくて、ビールにしたらもうちょっと、あの、少なくていいのかな。2個くらい買ったら600円くらい行くだろうと思って、普段酒飲まないんでビールの値段がわかんないの。タバコがすごい高いのは、なんとなく認識としてわかってるけど、タバコって500円とか行くじゃん。ビールも多分クソ高いと思ってたから、札幌のあの、普通のビールあの、なんか、普通のビールなんか、 銘柄の名前が分かんないけどあの安いやつじゃなくて発泡酒みたいなやつじゃなくてノンアルとかじゃなくてあの札幌の,むあの普通のノーマルな昔からビールだったらあの多分2本ぐらい買ったら600円ぐらいいくらだろうと思ったらそんな大してこのジュース値段変わらなくてやっぱそれ買っても3本とか買わなきゃダメだったっぽくて。 だっっったら飲むこっちのがいいやってその場で1本飲んでくれりゃ3本と同じじゃんみたいな感じでこれを買って飲んだんだけど毎回これを買ってチャレンジしてるんですけど当たったことがないのこれ、うん、当たったことがない私が脳ガキを垂れてるところがあれなんだけどでも自分が欲しいやつを選んでこ,これいらんじゃん当たるとしたら C A、B って,のっていらないじゃん。だから一番人気をいつも選んでて20名の枠だから多分当たんない。うん。でも今回は都心のど真ん中のもう検証ハガキちゃんとあったわ。すごいすもうマジに。いや私がよく行くさ、あの、菊名のさ、ところはもう荒らされてるからね、ハガキなんかないよ。マジに。店もあんま綺麗じゃないしさ、なんか駐車場もクソだしさ。 なんか夜行くとさなんか店がなんかもう搬入口みたいなとこ入るんだよ駐車場入り口がでも1個でも買えばあのー、な2時間ぐらい止めて OK みたいな感じでおすらっ普通だったとうちの東京のこうにうちの東京っていうかうちの近くのあれなんか2000円以上買って1時間だよそれに比べて1品でも買えばとりあえず 2時間ぐらい止めて OK とか言われたらいいじゃんみたいな聞くなだったら横浜とか新横浜ぐらいだったらスッって行って帰ってくれんぜみたいなでその時にこれを買うでいつも買ってるのがこのジュースで意外とこれ美味しかったりとかして のまあ、甘いのはあんまり好きじゃないんだけどすごいなんか懐かしいさジュースの味がすんの。で粒がなんかうざいんだけど「おこれみかん食うより楽じゃん」みたいな「うう楽楽楽楽,楽みかん食った気持ちになれるわ」みたいな感じでたまたみかんむいて食うと思ったらこれ超楽よ。素で甘いからこれはすばらっって思ってんだよこれ好きなんだよこれ。 でも年一回しか飲まない。年一回この時期に何枚ぐらいはがき出しますかって言ったら、だから今回たまたまそこのサミットに行ったから、都心のサミットに行ったから、そこで1個買って、次また多分菊菜に行って、3枚ぐらい出したいなって思ってる感じですね。そんな何十枚とか、あの、大量には出さないですよ。そんなすっごいなんかの、そんなすっごい 食いなんかのやってたら、これもいろんな検証に首突っ込んでんだから、無理だよ。食べる人、飲む人とかがさ、人数いないんだから、うちのチビスケジュースあっても絶対飲まないからね、あいつ。炭酸系は一番飲まなくて、こういう系絶対飲まなくて、あいつが好んで飲んでるのは、水道水だね。 <laughs> よくわかんないけど自分の水筒の中に水道水を入れて飲んでるあいついや信じらんないマジにいやでも考え方によってはよると日本の水道水は飲めるでしょでかつあれ消毒されてるから多分無事なんじゃない口つけて水筒で飲んでたのを何回も使って。 口つけて飲んでも中身の水道水は消毒とかされてるからいいんじゃないのみたいななんかいい風に考えるっていう私はなんか水筒の中に水道水入れて口つけて飲むのが好きじゃないんでペミネラルウォーターとかペットボトルとかもう外行った時に口つけて飲んだやつをあのそれをさ 捨てないい気持ち悪いんだよ一回持ってきてその水筒で洗ってとかいいのあんまり好きじゃないんだよなんかエコなんだけどだったらちょっと量飲むの控えますわみたいな5600ってか1本飲めばもうそれで満足するからいいでしょうみたいな感じで,で飲んでおります、はい、ペットボトルでこれなんかねゴミが嫌なんだよもうあのゴミ,ゴミを出すのがちっこいやつだと こ,うね、こ,こんなのなんかさあんま見かけないじゃんちょうどいいっちゃちょうどいいんだけどさいつも飲んでるやつの3分の1ぐらいじゃんゴミさ3倍じゃんそれが嫌なんだよ考え方考え方こだわりなんですこだわり分かっていただけますかこだわりなんかあのちっちゃければいいっていうやつじゃなくてなんかゴミゴミが嫌なのゴミが。 ゴミが嫌だっていうこだわりを伝わっていただければ、えーい、いいでございます、うん。ケチじゃないんだけど、こだわりがある、こだわりが強いっていう、そこをね、えー、いろんな人がいるんだなっていうのを理解していただきたい。で、これは、340でイーロハス。これ検証関係ないね。これも、多分この多いお茶なんか使えないでしょ。プライベートブランドのこれなんか使えないじゃん。うん。 で、あとこれこれなんかさキリンなんだよねえ結構こ,こういうの見るの好きでどこが出してるんだろうみたいなこれ確かキリンなのほらキリン見え,見えますかキリンはいでファンケルファンケルじゃないファンケルとキリンがっていうそれそこの話をするとすごいあれなんで はがきを、この辺をちょっと処理しながら、た、え、ぶ、ー、ん多分おばちゃんたちはみんなね、あれが嫌いだと思うんで、選挙、興味ないと思うんで、うん、選挙、選挙ってやってる、私、選挙大好きなんだよ。だあの何が好きこれはね、そこのサミットがオリジナルに多分カラーコピーしたんじゃないこれ これじゃできねえからばーかって思うんだけど、これ、検証の期間が長いんだからさ、定期的にさ、明治の人が持ってくればいいじゃんね。うーんこ。これじゃ無理でしょ。定型、郵便所管みたいなもんになるのかな明治は似たようなはがきで、えっと、チーズを買って、のと、 こ,これ同じだもんね当たりつディズニーランドもお土産の種類そんなに多くなかなったような気がするんですけど、うん、でサミットはそんなに安いスーパーではないで総菜とかに力を入れてって総菜とかパンとかに力を入れてて総菜結構夜遅くまでやってるんで総菜を値引きするっていう 発想がないみたいで,すでもヤオコとサミットは惣菜が美味しいっていうので有名らしいですよこれはこれはねちなみに、えー、サミット伊東への共同企画っていうやつになるこれ悔しいねこれね見ると気分が悪くなるけどこれで夜間のマークがお釈迦ポンになったんで今年はもう貯めとかないでさっさと溜まったら あの出そううっていいい人が結構多いと思いますよこれねあのスーパーによってこの景品がちょっと違ったりとかするんであの是非自分の欲しいやつが来た時はあの、うん、出しちゃった方がいいですね。これいるかっつったらいらないけどね驚きの。 保霊力あーでも驚きの保冷力だったらいいかもいいかも驚きの保冷力55お出かけキャンペーンあーこれサミットもあるんだこれ今やってるのが55お出かけキャンペーン見かけたのが3話とー総鉄ゼンとサミットあなんか記憶力がすっごいなんか薄くなってきてるけどやっぱこうやってなんか喋っててなんか あれしようと思うとと思やっぱりなんか覚えなくてもいいことも覚えるで口でしゃべるってボケぼしにいいかもしれないねで「ゼスプリ」でこのミュージカル「プリンセス・セーラー」このあ絶対当たったとしてもずっとうちのちびすけいかねえって言ったらねマジに、ね、東京ディズニーシー貸切イベント」「サミットの枠じゃなくてオールジャパンスーパーマーケット加盟企業」 オールジャパン、これはね多分あれと同じだよ。アルプス。フリーンマーク。これ。これマルチャンハイ。関東少年柔道。これ柔道当たっても全然着ないのマジに。これをさ水泳って言わないで競泳って言うんですけれどもね。あの水泳の人は。競泳って言うんだけど。 同じようなやつで、競泳だったら、え、ね、泳ぐやつだったら、喜んで買わされるんだよ。ああなんか1、一着、三、四千円ぐらいで。本当だ、これでいいじゃんって言ったら嫌なんだって。でもこんなさ、親のさ、このちょっとのエゴでさ、声、検証で当たってるんだから、これ切ろうよみたいなやつで、浮いたりとか、 あの、したら、目悪目立しとかしたら、いじめられたりとかするから、うちの、ちびすけってそういうところ、なんか、こう、協調性みたいなやつ。私は結構大丈夫なんだけど、別にあの、人と違った方が逆にいいって思ってる。なんかこう、だからいじめられるんだな。いじめられるんだけど、いじめられきれない。いじめられないの、私が強いから。いじ、いじめるんだけど、なんか、いじめに、 よりも強いから、なんか、いじめ返すこともしないんだけど、なんか、たた、戦うから長期戦になって、もう、ほんとくったろんだけ。うん。いじめられはしないけど、いなんか、悪目立ちというか、なんか、目立つから、なんか、なんだよ。でもつ、強ければ、あのー、折れることはない,い。いろんな人に、自分だったら、ちょっともう、ほに、 凹んでもダメですみたいな感じで言われたりとかもしたけどいやそんなのさあのー、強くいないなとえだからなんかちょうどいじめとかでさ結構町田とかでもなんか女子中学生とかかなちょっと若い子がいじめで奥にとかっていうさ話を聞くとそれいじめに打ち勝つ強さを身につけてほしいよって。 思ったんだよなあの時で自分の SNS の,あのやる意義っていうのはそこにあるなと思ってこんだけいじめられたのにいじめられてるのにこの軍団で来てその辛さは分かるけどそのなんか辛いとかムカつくとかっていうのに負けたら駄目だぜって、うん、思った。で。ホモンが 自分をいじめてる奴らは、どうせジジーとババアなんだから、先に死ぬからとか言って言ってたけど、全然死なねえんだよ、マジに。だんだん弱ってきてんだよ。やべえ。つまじ健康になるためにさ、ちょっと健康に意識した、あれをしないと、マジやべえ。本当に、なんかそこだなって思った。マジに。ジジーとババアのね、本当なんか10年ぐらいは、もう結構ね、追いついちゃったらね、あれだよ。もうん。 あジジいだとかって思ってある時もうスコーンとこみんなジジいみたいな感じみんなジジい、みんなババアとかのあれねくくりになるからさほんとなんか26歳からあれはおばちゃんって言われてるとか30はもうババアとか40はババアとかっていうあれとほんとガチのジジいとか50過ぎたジジいとかババアってガチにジジいとかババアとかって思ってんじゃんあいつらマジ元気よ。 このあいつらの弱る20年の間に自分たちがそのステージにじじいばばステージに上がった時に同じレベルで戦いますかってさ無理だねマジに。無理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 。だんだん弱ってきたマジに。はい。で、これはシャインマスカットプレゼントキャンペーン。これは対象のパッケージが決まってんのかなちゃんとこれ読まないと、あの無駄にさ、うわ、なんでも OK なんだみたいな感じで応募すると、あのー、 対象外だったらす、は弾かれるだけなんで、郵便の料金がですね、63円がお釈迦本になるだけなんで、あの、無駄打ちしないように注意してください。対象のバーコードっていうのが、えー、対象商品っていうのがね、えー、こちらはサラダクラウのパッケージサラダ。3品が対象ですからね、こちら注意してください。 この注意するってていいう活動をぜひ身につけてくださいこれから、えー、確か年内10月ぐらいからかなあのはがきの郵便料金がまた上がるらしくてとか今郵便局で、ね、切って売ってねえんだよマジに新しいのがこの63円が80いくらとかになったりとかのもう尋常じゃない値上げの仕方をするらしいんで1円2円とかスコンって上がるとかじゃなくてもう 100円になるのかな80いくらになるのかななんかそんな感じであんま売ってないんだよ値段が。もしかしたら84円で今の封筒のやつの残りも使えますみたいな感じでいくのかもしれない。 けれどもこれが63円じゃなくなるんでもっとなんか大打撃になってくるんで是非ですねウェブ応募を活用したりあの無駄打ちしないようにこんなもん10枚もん出したらすぐ1,000円いっちゃうぐらいな感じになったらね送料だけでクソ貧乏になっちゃうんでもったいないでございますからねうん。でキョロちゃん開封しよう。あとなんか どっか来てたんだけど、受け取ってないっていうさ。あの冷凍とかのやつは逃げてるからね。私ね、冷凍とか冷蔵とかのやつは逃げてるからさ。めんどくさいじゃん。じゃあ綺麗に開けたいね。これ。こ,これまんま送ってきたよ。まんま梱包もなしに amazon はね。これ見習えよって感じ。でも綺麗に取れると気分がな、ね、り プログラミングで歌、えプログラミングすんのめんさ。これさ、開かないやつがすごい嫌だった。あと、開かないやつ、開かない、おもちゃの缶詰、開かない缶。なんか うざかったわー、開かねえわ、っつって。何をやっても謎みたいなのがすごい謎解きみたいな謎がすげえいっぱい書いてあって、くり後ろ、えり後ろ、くう後ろ、えり後ろ、つって、全部すっごい正直にやっても、全然開かなくて、もう、もう、ほんに頭きたんだよね、もう。無理って思って1時間半ぐらい戦って、無理って思って頭、もうこんなのもういらねえよっ、つって、投げたらパカッと開いたんだよ。マジてなんか逆から、 減ってやっ開くっていうさただそれだけのことだったんだよ。うん、物は大切にしろよとか言っときながらあの,あの時ばかりが投げておなかついて。これも別にこれだけでいいよ別に歌わなくてもお前。これは何あの何番とかやんなきゃいけないのすぐ泣いてくれるわけじゃないんで電池がこうなんか入ってるんで多分すぐ泣いてくれないんでちょっと私はこれ多分読んだりするのが嫌なんで。 読んでね理解して使うのは嫌なんであのあいつ帰ってきたらあいつにこれ丸投げしてやってかわいいねかわいいうん前回のどこにありますかって言ったら多分もうゴミ<人> <laughs> 多分もうねなんか踊,踊るとかさ飛ぶとかそういうやつだったと思うんだけどもう普通に もうパーツとかも多分ないし多分ゴミゴミでもでもなんかとりあえずかわいい愛い可愛い、はい、もうもう子供はチョコボールも食べなくなったよ「うん、母ちゃんはまだこれやってんのかよ昔食わねえって言われるんだよ もうで自分の問題だからね中学生ぐらいになってきたら自分の問題なんでだいぶ落ち着いてきたよ隠れてあの貸し食わないとかだいぶだいぶ落ち着いてきた自分の問題なんであのその自分の体があのチョコレートとか糖砂糖みたいなやつとかそういうのを取ることによってあのこう理想的なパフォーマンスができなくなるとかいうのも自分の問題なんで。 あのもう0.001秒とかそれくらいのタイムを競ってるようなあ,のあれだったらもう努力以上の,の自分のその時間的な努力以外にももうできることを全てやるっていったら食生活が一番やっぱり肝だったり大事だったりしてるんでねで最近はすげえ私がなんか怒ってるのはあの、うん、なんか自分あいつまだチビだから。 自分はまだ成長段階の1段階にすら行ってないとか言われたとかつって言ってなんか医者に言われたらしいんだよなんかそしたらなんか目で目でこ,ここからの伸びしろがどうのとかって言ってるけどなんかただ飯食えばいいだけじゃないんだよ食生活のそれはすごい大事なんだけど成長ホルモンが出る時間に寝てないだろお前っつって,言ってそこすごい怒っといたんだよとりあえず。 あの成長ホルモンが一番出る時間帯っていうのは午後のの10時時からえ深夜の2時これはあの肌お肌とか気にする人モデルの人とにかく寝るの早いよ10時に寝てとりあえず10時に寝て2時まで寝てであの肌とか,だからもう食べ物とかもすごいこだわってもう何時からは食べないとかももちろんやるんだけれども何は食べないとか。 あの菓子は食べないとか甘いものはあれしカフェインフリーシュガーフリーあとはグルテンフリーとか、ね、全てやってでかつ寝る時間も10時から2時までは絶対寝てっていうのをねやってるよモデルの人はあ私はモデルじゃないんであバリバリに起きてますよ2時なんてまだ2時なんてまだ怖いよもんうずらがもう,うわーガーって泣きながら2時ぐらいに動画撮ってないからね3時ぐらいに。 取り始めてうわ、ん、もうああ5時だあいつが起きる時間だぐらいな感じだからね2時なんかまだ全然かわいいの寝たことがないよ2時なんかだからダメなんだよ分かってるよ分かってるけどやらないんだよでも教えてあげてそれをやるかやらないかはおばいの問題なのでとりあえず知恵は言ったぞみたいな感じでそしたらなんかね ちゃんと寝るようになってねだってそれでもし背が高もう,もう,もう,もう相対的にさ身長が高くなった方がいいっていうのは分かってるんで体がこう。デブになりゃいいって問題じゃないんだけど水泳の場合は背が高ければ高いほど手の長さとか身長が長い分す,すごいちっちゃい人がカーて努力するよりもそっとこういくじゃん。 外国選手なんか、ものすごい身長とかでかくて、合体が1.5倍ぐらいでかいわけですよ。だから、その努力がさ。クッてする努力と。こう話したみたいに、ドンって歩く努力と。一歩が、長かったりとか、この。ての、アーチみたいなの。ーってなったら。その勝つじゃんみたいな話をしたら。寝るようになったよ。よかったよ、マジにということで。本日はねー。ええ。 こちらを開封させていただきました。ご視聴ありがとうございました。